今回は腹筋よりも簡単にお腹をへこませることができるデッドバグを紹介していきます。今回のデッドバグのいいところは揺れる、動く、止まる、この3つの方法をセットで行うことでしっかりお腹をへこませる筋肉が鍛えられます。普通に腹筋をしようと思ってもどうしても起き上がれない、首に力が入ってしまう、頑張って起きようとするがために腰を痛めてしまう、そういったことがない、今回はゆっくり行う腹筋なので苦手な方、お腹へこませたい方は一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が気になる方におすすめな簡単な方法としてデッドバグの3つの動きを行っていきます。各20秒ずつです。全部行ってもたったの1分です。いろいろな腹筋がありますが、できるメニュー、できないメニュー、いろいろあると思います。今回は初級者から上級者の方まで様々な方が行うことができるメニューになってます。一緒に頑張ってみてください。そして今回のデッドバグ腹筋をしっかりお腹に効かすために、まずタオルを用意してください。これを使うことでお腹にしっかり効かす意識というのが身につきます。これをまず20秒間練習しましょう。それでは紹介していきます。まずタオルを腰に敷いてください。もしタオルがない方は手で確認できますので、それでもいいです。腹筋を使う際はお腹を締めることが大切なんですけども、お腹を締めるということは腰が丸くなるということです。腰が丸くなっていないと腹筋が縮んでいないのであまり効いてないんです。で、今回は寝た状態で腰を床につける、タオルが引っ張っても抜けない状態を作らなければいけません。お腹が締まっていない場合、ここに隙間ができてしまってタオルが動いてしまいます。この状態を腹筋を使ってタオルが動かないように作った状態から腹筋というのは行います。寝た状態でタオルが抜けてしまうよ、お腹へこませてるけどタオルが抜けちゃうよって方はちょっと膝を曲げてください。これでタオルが抜けない状態を作って20秒キープです。できる方をやってください。足伸ばした方が効きます。それではいきます。スタート。足伸ばしてタオルを抜けない状態を作ります。いろいろ足を動かしても抜けない状態を常に保ってください。あと少しです。はい、OK です。今の腰を丸めた感覚を作って腹筋を行います。まずは動くデッドバグです。寝た状態で膝をパカッと開きます。そしてお尻を上げます。お尻を床につけると同時に上体を起こしていきます。このままだと上体が起き上がれないよっていう方におすすめです。お尻を下ろすと同時に起き上がる、腰は丸めた状態です。これを20秒間やっていきましょう。息は1回ずつ起き上がる際に吐きます。それではいきます。スタート。こういう感じです。お尻がバタンとなる場合は腰が丸くなってないです。静かに起き上がれるようになってくるとうまくできてます。はい、 OK です。次は今の腰の状態を作ったまま足を上げて、足を下ろすと同時に揺れます。こういう感じです。腰がずっと丸くなってないとうまく揺れることができないので、うまく揺れるように意識をしてみてください。それでは20秒間揺れてみましょう。それではいきます。スタート。こういう感じで揺れるだけです。息は長く吐いてください。吐きながら、しっかり腰丸めてください。あー、効いてきた。よーし、オッケー。あー、徐々にね、お腹に効いてきますね。最後はストップです。膝開いて足を伸ばして上体を起こしてキープ。これも息は長く吐いてください。ラスト頑張りましょう。それではいきます。スタート。このまま腰を床つけたままキープです。タオルが抜けないように作った感覚です。あー、きつい。あと少しです。だー、痛ー。
お疲れ様でした。今の3種類のデッドバグ、いろいろな腹筋を行うことでお腹が出にくくなる、お腹をへこませる力が身についたり、腹筋背筋のバランスが良くなると姿勢が良くなって、お腹の脂肪が減らなくても自然とお腹がへこんだ姿勢を手に入れることができます。頑張って食事制限やダイエット頑張るぞーってやってもですね、姿勢が悪かったらお腹がへこまなかったりするんで、こういった腹筋メニュー動画を見ながらセットで何度もやってみてください。頑張ってやったよ、聞いたよって方はよかったら、グッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、インスタグラムとかフォローしてください。今回もご視聴ありがとうございました。